ごく大事じゃないですか、うん、あの自分自身も結構腹筋やってるんですけど、はい、腹筋ってすごく大事だと思うので、はい、なんか今日は、はい、腹筋をちょっとあの深掘っていきたいなと思います、はい、この話する前にちょっとまず自分自身がどういうふうに腹筋を使っているかという話からちょっとさせてください、はい、クランチっていう腹筋あるじゃないですか、うん、はい、こうやってなんか背中をおへそを見るように背中を丸めるやつです、うん、こうやってパタパタする腹筋じゃなくてなんかくにゃくにゃっとするこういう腹筋ですよね、はい、こういう、はいはい、この腹筋よく使うんですよ、はい、で、はい、この腹筋は、腹筋の上部ですよね、上側の腹筋なので、そうですね、この大上側ですね、はいはい、で、走る前に、はい、ウォーミングアップとして使うんですよ、はい、で、なんでかというと、はい、走るとなんか疲れてきたりするとか言って体が浮き上がっちゃうとか、はいはい、スピードを上げようとした時に、はい、体がこうやって浮き上がっちゃうのを、はいはい、防止するために走る前にここに刺激を入れることで、はい、体が正しいポジションをグッと取れるように、はい、クランチを何回か入れてから走るみたいな、はい、で特に、はい、スピード系のトレーニング、速いスピードを出すときって体がこうやって持ってかれやすいんで、そうですね、はい、でクランチを入れてから走るみたいな使い方をしてるんですけど、はいはい、なんか腹筋って、はい、めちゃくちゃいろんな腹筋あるじゃないですか。ありますね、はい、なんかまあクランチだったり、うん、クランチ丸めるやつだったり、はい、シットアップっていうこうやってパタパタするやつだったり、はい、いろいろあるじゃないですか、はいはい、あれは何であるんですか。あれは今腹筋っていうのは、人間その走る動きって、見てるとこうね、まっすぐにしか動いてないように見えるんですけど、うんはい、実はこのまっすぐの動き と、横の動きですね、こういう動きと、あ、はいはいはい、うん、あとこういう回旋するねじれる動き、ですね、はい、このまっすぐと横とねじれる動きのこの3つが実は混ざり合って走るっていう動作が、うん、できてるんですね、うんうんうん、で、ああいういろんな腹筋っていうのは、うん、その3つの、まあ、面っていうんですけど、はい、面の動きに対して耐えられるように、うん、やるためにあるので、そうスタッフとかブランチだと、うん、まあ主にこういう面、そうそうですね、こういう、はい、こういう面だから、ね、はい、だからこの前の面に対して、うんうんうん、鍛えてるものになりますし、はい、で世の中ね、例えば横に立ってやってるやつとかもね、ありますよね、あったりしますけど、はい、それはこういう横の面に対して、ね、鍛えてるものになりますし、うんうんうん、なんかこうやってひねってね、こうやって、はい、ツイスト、ツイストね、はい、やってるやつとかは、うん、あれは、こういうねじりに対して鍛えてるものになるので、はい、言ったらランナーってさっき言ったように3つの面で、うん、走ってるので、どれが特にとかじゃなくて全部必要になりますね。例えば怪我明け、はい、なんか怪我した後とかに、はい、要は1ヶ月怪我で走れない時期が続きました、うんうん、でそこからこうやって走り出そうとした時に、はいはい、なんか知らないけど、はい、怪我する前よりも走りがなんかすごく安定するなっていう時があるんですよ。これって、はい、おそらく、はい、怪我してる時って、はい、走れないから、うん、いろんな腹筋やるんですよ。そうですね、はい、いろんな腹筋やるから、はい、多分そういうなんか横ブレ、こういう横ブレに対する、はい、このサイドの横の腹筋ですかね、はい、をしっかりやってたりとか、はい、あと、こうやってねじれに対するねじれの面に対する、はい、腹筋、今ツイスト系の腹筋をやったりしてるから、うん、だから普段走ってる時って実はなかなかそういうのやれないんだけど、はいはい、怪我してる時にそういうのガッとやるから、はい、走り出した時に、はい、あれなんか怪我する前より調子いいなみたいなことが起こる、はい、だからやっぱりランナーは、はい、にとってはなんかこういう、まあ、よくあるのってこっちの面ですよね、うん、そうですね、こういう方面の正面の面ですね、はい、の腹筋はよくやってるんだけど、ね、はい、全部必要ってことですね。全部必要ってことですね、うんうん、はい、多分ねやったら分かると思うんですけど、はい、ツイスト系なんか、うん、人間って今多分普通に生きてると、はい、こういう回線動作する機会っていうのが結構ないんですよね。まあそうですね、はい、あんまないですよね。だからそれ回線の面の、まあ、筋力っていうか、うん、そういうのはめちゃくちゃ弱い人が多いので、あ、うん、なんかそういう、うん、そうですね、そういうの絶対やってくれた方がいいですし、プランクってこうやってやってね、うんうんうん、こういう感じですけど、はいはいはい、あれも言ったらこの面を鍛えてるて、ね、ああそうそうですね、はい、重力がこう上からかかってるのに対して、うん、腰がこう折れないようにとか、はい、まあ、する動きなので、うんうんうん、この面に対して鍛えてることになるんですけど、例えば、うん、
プランクでこうやってやって、ちょっと想像で してほしいんですけど、例えばちょっと片手ちょっと上げたら、じゃあどういう感じになるかというと、こうなりますよね。ああ。こういうふうに。はい、要は4点で、そうですね、つま先つま先、肘で支えてて、1個がなくなるから、そうですそうです。4点で支えてる間は面なんだけど、1点なくなると、急にねじれるから。ってことは、これねじれる面に対して鍛えてるプランクのバリエーションになるんです。そういうことか。はい、そういうことなんですよ。なので、そうやってちょっとこう、まあ、指示する面を変えてあげると、そうやって鍛える面が全然変えれたりするんですよね。あれは、よくありますよね、こうやってプランクで、こうやって指示している手を前に出す、あれは、きつくなるじゃないですか、きつくなります、あれがきつくなるというのは、この面に対する負荷が上がったんじゃなくて、負荷のかかり方が変わるんですよ。そうです、それで、きつくなるわけですね。そういうことか。で、みんな、ね、手を挙げたら、多分きつくなるの目に見えてると思うんですけど、それはこういう回線の面に対する負荷に変わるからですね。で、回線の面に対する負荷って、日常生活でほとんどかからないので、そうですね、普段から鍛えれてないから、一気にきつくなっちゃう。だから例えばプランク、バカってさ、ちょっとあれですけど、プランクで2分とかこうやってずっとやってて、それも別にいいのはいいんですけど、ってことは2分やっててもずっとこの面しか鍛えてないんですよ。だからそれもいいんですけど、なんかもっとこう強くしていくんだったら、そうやってちょっと手を挙げてみたりして、負荷を加える、その面を変えてあげると、腹筋っていうのはより強くなっていきますね。なんか例えば走ってる時に、結構上半身がこうやってなんか不安定な人っているじゃないですか、不安定とか上半身がちょっとふにゃっとなっちゃってるかとか、で、なんか一個だけそれ切り取ると、あなたは、上半身が安定してない、上半身が不安定だから、プランクをやった方がいいよ、体幹トレーニングやった方がいいよとか、腹筋やった方がいいよっていうふうに言われるんだけど、で、こうやって やるんだけど、基本的には、多分、こっちの正面の面しかやってないから、いつまで経っても、なんかプランク2分できるようになったんだけど、体ぶれまくりちゃうっていうか、なのは、結局、ねじれの面と、横のこういう面が触れることができてないから、いつまで経っても、ブレは治らないと。そうです。まさに、本当そういうことですね。これはパフォーマンスが上がるのにもつながるし、障害予防ですね、故障の予防とかにもつながることなので、絶対いいと思います。ちょっと深掘っていいですか。例えば、水平面です。ねじれですよね、ねじれの運動って基本的に普段の日常生活でないじゃないですか。こうやって横にオフィスでこうやって仕事してて、ここにコピー機があって、そのコピー機を取りに行くんだけども、基本的に椅子動いちゃうから、そういう椅子ってこうやって動くじゃないですか。だからその椅子にこうやってスライドさせて体を動かすからねじらないですもんね。そうですね、ねじらない。こういうねじれの可動域って限りなく狭くなってると思うんですよ。なってます、なってます。だから、ねじれの腹筋、ツイスト系の腹筋をやる前に、ツイストできる体を作ってからじゃないとツイストってできないです。そうですね、やりにくいですよね。そうです、そういうことです。腹筋は、3つの面に対してアプローチした方が、効果は出ますよ。ただ、その3つの面にアプローチする前に、3つの面のアプローチがしやすいような状態を作っておくことが大事だから、腹筋の前には、なんか腹筋に必要な可動域を出すための、ストレッチ的なやつをやった方がいいっていう、そうですね、その方が絶対いいと思います。特に本当、デスクワークとかされてる方って、こうやってってもうこれで固まってるから、もう本当にねじれなくなってきますので、そういう方がこう、別に悪くはないんですけど、じゃあいきなりプランクからやりましょうとかってなると、余計体が固まってることになるから、じゃあ体カチカチにしてランニングしましょうって言って、もう腕振れないし、上半身硬かったら呼吸もうまく入んないし、この辺硬い人って肩で息しちゃうから、肩すごい張れるようになったりしたりするので、なんかもっと効率よくこの周り鍛えるっていう考えていくと、なんかもうちょっと幅を広げて、まず自分の上半身でちゃんと動くようになってるのかなって、そういう状態で腹筋できてるのかなとか、なんかそういう視点も持っていただくとすごいいいと思いますね。
これ勘違いしやすいんですけど、ツイストの腹筋をこうやってやろうと思って、はい、できなかったりするじゃないですか。あ、はいはいはい、でこのできないのを、はい、この今ツイストをするための腹筋が弱いっていうふうに、はい、結構勘違いしてしまう人が多くて、だからそういう人は、はい、もしやってできなかったら、はい、ツイストをやるために必要な可動域を出すというところからスタートさせた方がいいっていうことですね。あ、そうですね、はい、本当に体がもう明らかにカチカチだなみたいな人は、そういう面からアプローチした方がいいと思います、うん、女性とかだと可動域出てる人が多くて、うん、単純に筋力足りないっていう方も結構、そういう方は頑張ってやってもらって、はい、うん、でも本当にカチカチな人はまず可動域出してっていう順番でやってもらうといいですね、うん、はい、まあ、でもあれですよね、そういう 今だといろいろ調べると、はい、そのちょっと一回整理しましょうか、はい、ツイスト系の、はい、ねじれ系の、はい、腹筋をやるときに、はい、必要な、はい、可動域、はい、可動域か調べるときに、はい、なんて調べたら出てきますか。胸椎、はい、回旋、はい、ストレッチとか、はいはいはい、胸椎、モビリティトレーニング、うん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 、モビリティエクササイズとか、はい、それで調べたら大体なんかこの辺を手動かしてるやつが出てきたりとか、横向きになってこうやって開いてるやつとか、あ、そういうのが出てきますね、はい、ツイスト系の、はい、要はこうやってねじれ系の腹筋と、はい、胸椎、はい、が関係してるということなんですね。はい、してますね、はい、ツイスト系の腹筋がもしやりにくかったら、はい、胸椎をちょっと意識して、胸椎を、うん、のトレーニングですね、はい、やるようにしましょう。そうですね、はい、それをやっていただいてから、はい、じゃあツイスト系やりましょうとかっていう。ただ、きつい、うん、きついから効くみたいな感じで捉えてしまう方結構多いじゃないですか、はいはい、じゃなくて、はい、この筋トレは、ランニングに、はい、ランニングの、どういうものに対する、はい、まあ、補強なのかみたいなものを理解してやった方が、はい、圧倒的に効果は高いですよね。高いですね、圧倒的に。ですよね、はい、さっきの、なんかプランクで言うと、はい、プランクでこう指示してて、はい、手を離すと、はい、きつくなると、うん、だから、はい、これをとにかくやるだけになると、はいはい、結局きついからやってるっていう風になると、はい、ただこれはねじれの面やってるだけになるから、はいはい、こっちの面が正面の面がおろそかになるし、はい、だからきついかきつくないかだけの判断だと、はい、不足する部分が出てしまうっていう感じですよね。はい、そうですね、はい、なんか筋トレはなんかきついことやればいいっていうわけではなくて、うん、ちゃんと目的を持って、はい、どういう目的でこの筋トレやってるのか、うんうん、何に対しての筋トレなのか、はい、みたいなものが大事で、はい、例えばウォーミングアップで使う、目的なのか、うん、単純に鍛える目的なのかによっても回数も違うし、うんうん、負荷のかけ方も変わってくる、はい、っていう感じで、なんか筋トレといってもね、はい、もっと、深く理解すればするほど効果はある、はい、で、まあ、今だとね、いろいろ調べれば出てきます、ね。本当そうですね。本当山ほど出てくるので、はい、もう特に方法というか種目なんかも山ほど出てくるので、はい、なんか先ほどお話しした、まあ、原則みたいなのが分かってると、はい、まあ、この種目はこの面に効くなとか、うんうんうん、いろいろね、こう、はい、素材はもう世の中いっぱいあるので、うんうん、それをうまくピックアップできるように、はい、多分原則していくとなってくるので、うん、さっきのお伝えしたやつは、うん、覚えておいていただくといいと思いますね。すごく、はい、勉強になりました。ありがとうございました。